同じになるようにしないと。はい、じゃあ今度は縦線にしようかな。縦線、いつも手ごわい。リングフィットアドベンチャーの敵の手ごわかったから。え、重なっちゃった、うん、重なっちゃっても大丈夫。書き始めがちゃんと見えるように、うん、この上から書いた方がいいかな、うん、はい、書き始めがどんな風に始まってるかね。中華で強いじゃん、うん、風強くなってきた、うん、はいはい、じゃあさっきと同じように少しその半分ぐらいの太さで書いてみましょう。4月からね、うん、その筆の今の持ち方で書きやすい？大丈夫？大丈夫、書きやすい、うん、はい、筆をしっかり立てて、ね、そう、うん、はい、じゃあ今度はもうちょっと細くその半分ぐらいの太さで、なんか何でか親指に、うん、つけてました、はい、つけたらいい？うんよ、書きやすいようにね。横文字と同じで、ゆうちゃん筆をこう置いたらこのままね、うん、はい、はい、ちょっと待って、じゃあ今日は、羽っていう字を書きますね。はい、はい、ちょっと毛が、うん、大丈夫、これが、うん、毛、墨足りなくな、な、足りなくない？大丈夫？つけたから、つけた、大丈夫？はい、はい、これ結構難しい、はい、さっき言った、あ、文字見る、うん、さっき言ったって何、うん、写してないから分かんない、はい、はい、筆がちょっと斜めになってますから筆をまっすぐ立てましょう。それでもうちょっと上持った方がいいかな、もう少し上持ちましょうね。ここでどう、うん、こう、そうそうそう、はい、持ちやすく持つのが大事だけどね、はい、縦を書く準備をして、そう、準備をすれば縦線が上手に書けるよ。そう、はい、ちゃんと、そう、同じ向きで打って、で上に上げる、はい、はい、今直してもいい、それ見ると自分でどうかな、お手本見て、ゆうちゃんの見て、もうちょっとここで長くしてもいいんじゃないかなと、長くしても、うんうんうん、あと太さはゆうちゃんどのど自分でこのぐらいの太さにしようと思って書いてるかな、ちょっと太すぎた、うん、こんぐらいいいかな、うんね、うん、筆をついたまんまで書くんじゃなくて、自分がこの太さにしようと思ったぐらいの筆のこう下ろし方を決めて、ね、うん、あとはバーバーがちょっと気になったのは縦線が曲がってる、うん、うん、気をつけて、ちょっとバーバーのも少し
内側に入っちゃってるかもしれないけど、まっすぐです。ね、少しまっすぐ、で、学まっ校ですぐはです。ちょっと曲がるってなるやつだけど。ちょっと曲がる？縦ちょっと、線？縦線？曲がった反るんじ気ゃがなしくて？反るんじゃなくて？曲がるって習った？た。あ、反る。反るんだよ。反る。反るのと曲がるのっていうのは違うの。じゃあそこ気をつけましょう。ね。じゃあ、あと1枚書いてごらん。あと1で、枚書いたら時間になっちゃうな。それで、墨のつけ方は、ね、筆の元までしっかりつける。あんまり垂れるほどつけなくてもいいけどね。一文字書くのに持つぐらいはつけない。ね。それをやりながら覚えていきましょう。途中でね、いつもつけてると、どのぐらいの墨を筆につけたらいいかね、わかんないんだよ。ね。はい。じゃあ、休憩が終わりました。ね。今日はじゃあ、羽の仕上げをしたいと思います。ね。今日はシュークリームを食べました。筆の、持ち方をちゃんと曲がらないように。ね。曲がらないね。まっすぐにするっていうことは、ね。自分がこう、太い線、細い線をこう描けるようにね、するためだから大事です。よく、じゃあ、羽っていう字が一文字ちゃんと書けるようによく墨つけてください。大丈夫？大丈夫でじす。ゃあやってみましょちょっと曲がりました。う。すみません。じゃあ、2年生最後の羽です。羽です。一番評価もらった字は「み」だよね。そう雑にしてないけど。だ、そうだね。み。み書かないようにしてる。はい、集中して書きますよ。全集中。ちょっと墨が足りないから、そこでつけましょう。じゃあ一回。そうだね。そちょっと大きう。すぎさって。きつけたんじゃなかったんだっけ？つけたけど、なんでしょうか。すみ。いいですね、習い方。ちょっとね、ちょっと狭く。じゃあもう一枚、すぐ書いてみましょ墨をね。う。自分でここ直したらいいっていうところわかる？ね。ここ。そうだね。あと、ゆうちゃんさ、前ね、左払いの時もやったけど、今の羽のところも、跳ねる先まで書くの。わかった？ここ？ここ、ここ。あそこここ。ね。確かにね。書いてないよ、今ね。跳ね、ぴょってやっちゃったでしょ？じゃなくて、跳ねる先まで書きます。昨日って何やった？ここ、ここはよくできたよ。ここはよくできてました。ね。じゃあ、あと一枚書きましょう。編集し白いま紙がいいす。な、白い紙。でも今はないから、それにして。下にあるけど。下のはね、字が書いてある。プロっぽい作業をまたします。じゃあ、これは最後なので、ね、墨をよくつけて、一文字ちゃんと書けるように、どのぐらい墨つけたらよかったかな？さっきつけたのでは足りなかったんだから、さっきよりちょっと多めにつけますよ。じゃあ集中して書きましょう。ね。長さ気をつけてね。
そうそうそう。はい、ちゃんと準備をして。しっかり。先まですっと。そう。そこが難しいね。はい、はい。あと1枚書く？やめとく。今日はいいか。ね。はい、今日はね。はい、じゃあこちらに見せてください。はい。はい、今日の羽の仕上げです。仕上げです。はちょい、っとちょっね。とね、難しかったけど、うん。でも、角のところとか、今日は跳ねるところとかね、いろいろな、部分がありました。だけどちょっとここ上がりすぎた。じゃあ、これからも頑張っていきましょう。ね。はい。2年生、1年間、お疲れ様でした。がとうございまはしい。た。はい。あ、ハンコ。あ、ハンコね。じゃあ、ハハンンコ押コしてだくね。ださい。ちょうど時間そうだね。だね。うん。ハンコの場所もね、ここに押したらいいかなっていう場所があると思うよ。これかな。はい、もういいですね。はい、じゃあもう一回見せてください。これで終了です。終了はい、よくでできす。ました。はい。いいねとチャンネル登録よろしくお願いします。